沖縄手帳発行人の時間です。沖縄手帳発行人の前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら内縄のことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。発行人すいません声が、はい、そうあのゆきさん風かな、はい、あの声がおかしくなってるらしいんで、あの先週はですね残念ながら時間切れで終わってしまいまして、はい、その時にあの寒風の笛の子さんの歌詞がどう練り直されたのかというお話をしていたところ、いいところで切れてしまいまして、まあ、そういうことでちょっとお叱り受けましたんで、ね、ゆきさんも関心があるんじゃないかなということで、はい、そこから少し始めたいと思います、はい、それではですね、あの先週最後にお伝えしたかったのは、はい、デーゴ娘さんのね、はい、お父さんが作られた比嘉光琳さんが作られた、そうそう、これなんですね、漢方のクエヌクサーというね曲の歌詞ずいぶん練られたそうで、そうそうそう、はい、そうなんですよ。まあテレビ見てる方はちょっとこれを見せようと思いますけど、あ今ね映像でご覧の方は歌詞を映、はいはい、しております。はい、あのこの歌はあの歌詞が随分いいということで、はい、レコーディングしたのはあの福原恒夫さんなんですけど、はい、彼もあの沖縄の戦後の生き方っていうのが歌い込まれていて、とても歌詞が素晴らしいと、はい、全く訂正が日の打ち度がないと、打ち所がないっていうかな、はい、で戦後の歌から一曲選ぶとすればこの歌だというふうに言ってたらしいんです。で比嘉、デーゴ娘の父親の比嘉さんが何度も何度も構成をして、その中で最後まで引っかかっていたのがあの歌の5番だったらしいんですよ、うん、でその部分をちょっと、うん、紹介したいと思うんですけど、うん、まあ原稿ではですねこれ何度目からの原稿らしいんですけど、あのワウヤワウヤクワタルあの戦、ワシマクワタルあの漢方、イチューナサマジリワシリラリン、またや戦の年ごとにワシティアナランサ一魔人、平和ねがららなやドシゴア、どうも私も方言はあまり上手じゃないんですけど、あのこの時言ってるのはですね、忙しさに紛れても忘れられない、また戦争がないように忘れてはいかないよ、いつまでも平和を願おうなドシゴアな、まあまあ、友達よとかそういうような意味なんですけど、はい、それが最後に変わったのは、まあ、和島くわたるあの戦、和島くわたるあの漢方で次が変わってんですね、あの生まれ変わりてわしらゆらたわがあぬじゃましりちゃるうらりんくやりんあきじゃらんしすんまちでいごんさなと、まあ、最初の歌では、うん、あの平和を願おうよということだったんですけど、はいはい、最後の今の歌ではあの生まれ変わっても忘れられない、はい、誰があの戦争を始めたんだろう、恨んでも悔やんでも飽き足らないんだと、で子孫末代まで言い伝えようということになっています。このね戦争の、はい、戦争の悔しさとかをちゃんと忘れないように末代までちゃんと伝えていこうっていう方に変わったんですね。でも最初の方ではもう平和を願おうということで締めくろうと思ったんですけど、多分それできなかったんですよね、うん、とても悔しい思いを伝えていきたいってことなんですね、うん、ですからこの歌ができたのが確か1971年頃だったと思うんですね、うん、そう聞いてます。でそれまではこの歌を歌うとあまりにも生々しいんで、うん、まあ、最初ねあの漢方の笛の子さという言葉聞いてもびっくりする人が多いと思うんですけど、ね、びっくりします。タイトルだけ見たらなんて、はい、なんか自分のことをそんな風に言うんだろうって思ったんですけど、はい、いろいろ聞いてるともうみんな誰もがそういう風に思った、そうらしいんですよね、うん、この比嘉さんのうちにあるおばあちゃんが来て仏壇に手を挙げて、まあ、みんな漢方の笛の子さだからねと言った言葉がきっかけになったという話らしいんですが、ね、この感覚が普通っていう戦争がすごい、はい、あの時は前にもゆきさんに言いましたけど、100メートル四方に打ち込まれた弾が45発とか言ってましたから、まあ、すごい雨みたいです、物量だったわけですね、うん、はい、で終戦直後はこの歌をやるとやはり聴きたくないとかいう反応もあったようです、うんうん、また中にはこの歌は自分のことを言ってるんだと、
まあ、思って泣き出す人もいたらしいんですね。だから時間が経つに従ってそれが受け入れられるようになって、それを語ることによって、まあ、本人の苦しさというのが消化されてきたんじゃないかなと。だからとても辛いことを歌ってるんですけど、明るいテンポで歌っていくと。そうですよね。曲だけ聴いて意味を考えなければ とっても明るい曲ですよね。ええ、うん。だから戦争のことを歌う歌も結構そういうのが多いですよね。ウィズド・エテカさんの月頭でしたっけ、もうとても明るい歌ですし、はい、まあ、そういうふうに自分の体験を話すことによって消化されていくわけですね、うん。これは話す方もそうなんですけど、話すことによって自分の一番嫌なところが客観的に見れるような、でそれを周りの人が受け入れることによって癒されていくという過程だと思うんです、はいはい。ちょうど今と沖縄と本土の関係でいうと、沖縄側がその まだ癒されてない傷のことを話しても本土の方は聞きたくないということになるんで、はい、いつまでも問題がなかなか解決できないというのが続いてるんじゃないかなと思いますね、はいはい。さてじゃあ今日の話からいきましょうか、はい。今日は6月30日で1年のちょうど半分ですから、ハーフタイムデーというらしいんです、はい。これは月で言ってるわけですね。365日で見ると、実は7月の2日がちょうど半分らしいんです。はい、で今日の手帳の説明する前に、以前宮原諜報さんの命日について日にちが間違っててお詫びしたのがあったんですけど、はい、正しい命日は、1939年の6月の29日、つまり昨日が音楽家宮原諜報さんの亡くなった日だったんです。はい。また今日6月30日は沖縄手帳をご覧になりますと、2つほど大きな事件がありまして、1つは塚山酒造名護市大中、これは名護市 の真ん中にあるんですけど、その所蔵所が国の重要文化財に指定されていると。2009年で、戦争前の酒屋さんの建物が残っている今ここだけで、沖縄では木造建築物で、戦前から残っているので一番大きな建物らしいんですが、それが国の重要文化財に指定をされたという日でもあります。まあ、それでこの2つを重ねてですね、まあ、宮原諜報さんと青森を無理やり結びつける感じもありますが、戦前の、昭和11年1936年、ちょうど今から80年前なんですが、宮原諜報さんが作曲をした酒は泡盛という歌があります。これは、当時の酒造組合が泡盛を全国に売っていこうと、その一大宣伝キャンペーンしようということで頼んで出来上がった歌なんですね。実はこの歌は相当ヒットしたらしくて、沖縄でも県外でもヒットして、県外で泡盛が随分売れるようになるということらしいんです。一方、先ほどの酒造所は、昭和3年、今から88年前にできたということですから、この歌の7、8年前に、名護で、名護の、まあ、名護の水、オリオンビールもそうですけど、とてもいい水がありますので、それを使って酒造所ができたと。そして今、唯一戦前からで残っているということなんです。さて、で、後でちょっと触れますけど、この酒造所もちょっと面白い歴史があります。で、酒は青森は県内外でヒットしたということなんで、この歌は途絶えていたんですけど、最近になって酒造業界の例えば瑞泉の坂本社長だとか、寿屋の石川社長さんだとか、そういう長老さんたちからヒアリングしてまとめて、それを掘り起こした歌があります。聞いていただきましょうか。歌は前川主健さん、源ちゃんですね。じゃあその歌を聴いてからいきましょうか。
酒は泡盛を聞いていただいています。沖縄手帳発行人の時間、この時間は丸政印刷の提供でお送りしています。10秒待ってです。沖縄手帳発行人の時間です。はい、続いていきましょうか。はい、1週間の出来事を振り返っていくとなんですけど、沖縄手帳の今日のページを見ていただくと、いくつか書いてございますが、1つは天気のことを書いてございまして、宮古と八重山は実は今日が最高晴天確率の日、晴れの特異日ってやつですね。宮古では90%が晴れ、八重山では 80% で、ここには書いてあるんですけど、那覇 の最高晴天確率日は10月の13日で 83.3%、 ほとんど、曇ったり雨が降るということはもうないよということなんですね。オリンピックが開かれたは10月10日だったかな。あれは晴れの特異日で有名な日ではあるんですけど、沖縄は今日と10月の13日ということらしいんです。で、ちょっと青森の話に戻っていきたいと思うんですが、宮田長峰さんが作った歌の中で、この酒屋青森っていうのが青森の県内、青森って言いますか、県内全体で初めての CM ソングらしいんですね。じゃあどういうふうにしてこの CM ソングを流したかということなんですけど、テレビは当然ありません。だからラジオもないんですね。ラジオは太平洋戦争の勃発の時に沖縄にやっとできましたん で、これを蓄音機に吹き込んでトラックとか車に乗せて全島をぐるぐる回ったらしいんです。で、東京大阪にも行きまして、そこではラジオで流したらしいんですね。だから沖縄最初の CM ソングでして、また沖縄最初 の本格的な販売キャンペーンというのがこれで行われたということなんですね。で、宮田長峰さんがこの歌を依頼されて作っていたときに、多分師範学校の先生をしていたと思うんですけど、県の教学部長、いわゆる教育部長のようなところからストップがかかったという話があるんですね。いやしくも師範学校の先生が青森の歌を作ると何事かやめなさいということで、宮田さんはそれを受けて、酒造組合のところに謝りに行ったらしいんです。作ることができなくなったと。で、そこから2つ説があるんですけど、青森酒造組合はこれに抗議して県の教学部長のところに行きまして、これは青森の歌ではなくて、県の地場産業振興の歌だと、とても重要な産業なのにそれをあなたは邪魔するのかというふうに抗議をして認めてもらったという話があります。で、あと一つは歌詞は宮原長、ちょっと待ってよ、何さんだったかな、歌詞を書いたのは宮原隆夫ですね。同じ宮原なんです。この人は当時の新聞記者をしていたらしいんですね。で、この人も県から横割りが入ったというのを聞いて、県の総務部長でしたかね、教学部長よりもちょっと上の人の方に抗議に行って、そこからも県の教学部長に、ダメだと言ったら取り消せという指示が出て、この青森の歌ができたようなんです。で、青森の歌は沖縄だけでなくて本土でもヒットをしたと、いいことらしいんですよね。で、それから青森が本土でもかなり売れるようになったということですね。で、一方、昭和3年、この歌ができたのが昭和10年ですから、昭和3年に名護で開設された塚山酒造もその勢いに乗ったんでしょうね。
歌を発表した4、5年後には東京にも販売事務所を売ってたようなんですね。それが一番ピークだったと思うんです。ところが塚山酒造はその後戦争で米軍に事務所を没収されまして、製パン工場になってたらしいんですね。でそれが解除されて青森を復活させるんですけど、復帰後の青森ブームの中で大手に押されてですね、とうとう事業を中止してしまうんですね。で9年近く事業中止が作りまして、機械をどうにか入れ替えて、平成3年に営業再開をしたらしいんです。でそれからしばらく経って今度は国の重要無形文化財、重要文化財として建物が指定をされたんですね。それで調べてみると、この塚山酒造のお酒、これ手元に持ってきて2合瓶なんですけど、国の花と書いて国花なんですね。で国の花かというと、これは国神の花という意味での国花らしいんです。でこれは結構固定不安がいてですね、私は従業員3名しかいない中で作っているということ、手作りでとても美味しいという評判らしいんです。で1993年に出したここの一升瓶はプレミアがついて、一説によると1本25万円、ネットのオークションによってもやっぱ10万円超えるとか、ちゃんとしたところで飲むと大変な料金取られるぐらいの値がついて、とてもいいお酒だと言われてるらしいんですね。飲みたいです。で今建物の改築に入ってまして、今年できる予定が来年になると思いますが、宣伝のままの木造の建物が再度できるということですので、これはぜひ見に行っていただきたいなと思います。まあ、それを周りから支援するために塚山酒造保存の会というのもできています。であと一つはですね、時間がもうなくなってきてるかな、あと8分です、うん、あと一つは大きな事件でしてですね、米軍機うるま市石川宮森小学校に墜落、死者17名の第三次1959年、ということですね、ちょうど57年前ですねの今日、石川市の宮森小学校にジェット機が墜落して、死者がたくさん出るという第三次が起きています。事故があったのが10時40分過ぎということですから、ちょうど今頃なんですね。ちょうど今の時間に落ちたわけです。ですからちょうど今の時間にこの石川の宮森小学校では追悼集会を開いている時期だと思うんですね。そしてこの事故から50年後にですね、小学2年生の教室がめちゃくちゃになって、そこから死亡者がたくさん出たんですけど、その同じ小学2年生だった平良義雄さんという方が、校長先生になって再度ここに来たんですね。それで、当時の資料がほとんどない、誰もその資料を持ってないし語りたがらない、だけどどれがこれを記録に残したということで、本人が同級生に呼びかけまして NPO の石川宮森630回というのを作りまして、情報記録収集したり保存活動に乗り出しています。まあ、それから再度この事件が大きく取り上げられるようになったわけですね。でその後2013年には映画が作りました、ひまわり沖縄は忘れないあの日の空をというのが宮森小学校のこの事件をテーマに作りまして、全国で公演されたということがございます。まあ、国大の事件だとか宮森小学校の事件だとか、どうしても忘れてはいけないような事件があるわけですね。そしてちょうど今日朝沖縄タイムス開いていますと、沖縄タイムスじゃない、琉球新報だ、琉球新報では今日から沖縄戦後新聞というのを作りまして、沖縄戦後の出来事の大きなものを載せていこうということらしいんですけど、その第1号が今日出てまして、開けてみたらびっくりしました。一面トップに宮森市長に米軍機墜落ということで、こういう大きな、新聞記事が載っています。それを見ると事故の様子が詳しくわかるかと思いますので、ご覧いただければと思います。まあ、この時も詳しく載っているんですけど、ゾッとするのは米軍は不可抗力の事件だった、事故だったというふうに発表しているんですが、実際には整備ミスがあって、その前の年もジェット機の事故が相次いでた中で起きたらしいんです。さらに、まあ、パイロットは途中でパラシュートを離脱して無事なんですが、飛行機が墜落する直前に
爆弾を持ってまして、爆弾2発を海に捨てて、ここに墜落してるわけですね。でもしまかり間違って爆弾を変えたまま墜落してると、これはもう何百人が死亡するような大事故になったんじゃないかなということがあるようですね。まあ、そういうことで、いろんな出来事が毎日あります。それの中で大事なものを思い出していきたいなと思いますね。だから非常に大きな事件、沖縄の戦争だとか、あるいはこの先ほど出てます漢方の食えの傘だとか、あるいは石川小学校の事件にしても、相当時間が経たないと当事者が言葉に出せないっていうのがあるんですね。でそれを出した時にやっと当事者は痛みから解放されると。でその代わりが歌に残っている、あるいは文学詩に残るというような形で個人の気持ちが伝わっていくんだろうなというふうに思っています。まあ、沖縄手帳としてはですね、いろんな事件、沖縄の人たちに忘れてはいけない事件が、いいこともあればね、悪いこともあるんですけど、それが大きな影響を与えているのは事実ですので、それを、記録をしてですね、思い出して、あるいは語り継いでいけたらなと思っております。手元に石川酒造所の写真があります。今は改築工事に入っていて、枠組みだけになっているらしいんです。来年の6月、少し遅れるかもしれませんけど、その頃にはとてもきれいな昔の木造武器の建物ができるらしいですので、それを楽しみにしていきたいなと思います。まあ、ネットで見ている方はご覧いただけるかな。入り口にしてもとても趣がありますし、建物も今はこれもうバラックみたいな建物なんですけど、これができると大変面白いのかなと思います。これからは建物本体が出来上がるところですから、ぜひご覧になってくださいというふうに、工場長は話をしていました。まあ、職員が3名しかいないというところなんで、今のうちからお酒買っておくと出来上がることも美味しくなるかと思いますし、結構注目されている銘柄ですので、楽しみになるかなと思います。まあ、ということで、今日は今日のテーマはだいたい終わったんです。先週時間が足りなかったんで、ちょっとはしょる形にしたら時間が少し余ってしまうというね、厄介なことになるんですけど私もこの国家このお酒は、スーパーに行って買ってみると意外に高かったんですね。でなぜ、はい、ちょっとだけ高いんです。でなぜかなというふうに聞くと、やはり今非常に珍しい、職員3名しかなくて手作りだけで作ってるお酒だということのようです。で銘柄もですね、この国家国の花じゃなくて国神の花なんですけど、これ1本しかないです。これの43度と30度だけらしいんです。ぜひ味わってみたいなと思います。ということですね。終わりますか。うん、まあそういうことですね。あとは、まあ、来月からも7月に入ります。この本格的な夏です。これから夏祭りがたくさんあります。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。で来年の沖縄手帳に祭りをね、まとめた特集を組んでいきたいなと思っています。このノートサイズの方では特別資料みたいなのを載せてまして、沖縄の祭りを60件ほどピックアップしています。本当に沖縄は祭りが多い島だなと思いますね。琉球王朝の文化がありますし、それから神の島ですから、それにまつわる催し物がありますし、で民芸の宝庫でもありますし、またアメリカ文化とかラテン文化が混ざったチャンプルーの国でもありますから、いろんな祭りがあります。それが7月8月には集中的に来ますんで、あとは台風が気になるんですけど、それを情報を見ながらやっていくと、思いがけないびっくりしたような経験ができると思います。そういう夏祭りを楽しみに、ぜひ7月を迎えていただきたいなと思います。沖縄手帳発行人の時間でした。また来週。